言ったわけです。今全然言えてなかったね、KK が。今回はね、この子活動ってな感じでやっていくんですけど、パート6ぐらいかな、わかんないんですけど。できます。今はグロ100位です。で、今回は若干要望の声多かったんで、アウトロープリンス子活。子活なら何でもいいんだよね、子活動って。で、やっていこうかなと思います。で、自分的には、ウッドロケかな、がいいかなと思います。ここ5雪玉の人とかもいて、そこはまあ、好みだと思います。まあ、万能なのはウッドロケットかな、やっぱ。というもんで、やってみようと思います。アルプリクワッツとかで上がっ、トラ上がってる人も何人かいて、あと、割と、そこまでかな、環境悪くないって、マルチ回してて気づいたんで、そこまでね、多分。クロスがそんな多くないんだよな。だからかな。あと、マジアちゃんの処理の仕方っすね。考えるべきは。ファイブを雪玉ならファイブ打てばいいんすけど、ロケット打ったとどうしてもマジアちゃんがしんどい時があるんで、そういう時にね、どう処理するかってのをね、伝えられたら、マジアちゃんだったら、伝えてみようかな、と思います。マッチングしないね、下。よろしく。とりあえず俺は初手でヤング飛ばします。これは吹きアウトでいいかな。ダクプリ、JPP ですね。ファーストプリンス出して。これだるいな、ちょっと。ちょっとプリンつけて、あのプリンスでダクネを焼きたい。まあいいや、それならそれで。で、ファイボーうまく当たんない、一緒に当たんない位置にアウトローを置いてあげること大事ですね。で、あとはギャングで。これロッケかな。よいしょ。で、相手がファイボー使ったんでバレル飛ばして、まあダックプリ受けかな、これは。なんで、またさっきと同じように吹きアウトでね、処理していこうかと思います。で、今回は多分、ダックプリが満タンなんで、あんま、ちょっとダメージ入っちゃうかもしれないんですけど、まあ、OK かな。一発ぐらいなら。これに対して、無視か、だよね。これはアウトローできますね。こっちのプリンスは、ダッシュできる時間なかったんで、アウトローで受けて若干残すって感じですね。アウトローガールを。で、無視させないように、ザップぐらい打ってくれたら美味しいかな。それかユニットなんてできたらめっちゃ美味しいですね。おー、マジか。これは多分後ろにダクネついてくるんで、なるべく早めにジャイを溶かして、なんも、だよね。で、コウモリだけね。ダメージソースのコウモリを消してあげることによってね、ちょっと楽になるかなと思います。こういった街ですね。ダックプリもう一回吹きアウトで処理しながら、攻めます。しながら、品川みたいな。よいしょ。ここのプリンスなんですけど、若干延命した方が良さそうですね。いや、それは美味しい。それは美味しい。何回言った今。結構これに出して、とりあえずジャイ溶かしちゃいましょうか。で、突進入る前に、打つことによって、ですね。で、もう一回後ろからプリンス。繰り返し。で、こっちに実はプリンセスが溜まってる。で、もう一回ギャングでね、挟んであげる。あ、これもう守んないんでいいんで。別に。ダックプリ来るかなぁ。はい、GG っていうことでね。まあ、ファイボザップ、まあ、ニスペだったんでね、立ち回りは簡単でしたね。相手のユニットに強いの出してって感じですね。はい、82、どんどん行きましょう。どんどん防虫、どんどん防虫みたいな CM ありましたね。あ、僕あれ好きでした、すごい。
このトロが高くなるとマッチングなくなるあるあるなんですけど、俺の動画ルールでこの待ち時間の予測待ち時間1分20秒、今だったらね1分17、これ以内にマッチングすればカットしないでいいっていうね、なんか特権があるんで、まあカットしないでいこうかなと思います。最近マッチング早いんだよな。ベビードラってことは、まあ、ラバーか、あの、ジャイか、どっちかっすね。うわー、なにそれ。走る、走る。よいしょ。これ飛ばしようかな。ん？あれ？なんかきつそう。めっちゃ入った。ベビードラ、ボムタワー、マジアチャ、トルネ、ロリババ。オッケーオッケーオッケー。なんか結構スペル的にはきつそうだったんですけど、序盤のねプリンスが入りました。プリンス刺さってるんですよね、なんか今環境に。俺プリンスめっちゃ刺さりますよ。なんかエリゴレとかにもね、まあ言うてライドラとかいるんですけど、割プリンスが刺さるんですよね。この子は一旦ラスカル組んでタゲ取ってあげてって感じっすね。あーやめろやめろ。あ、オッケー。これいいかな、打っといてないでもいいかな。こっちのケアだけしてあげて、一応ね、構えとくだけ。で、何も来ないならいいやって感じですね。これは、ウッドでやることないんで、ウッドでバレるかな。相手のデッキがまだよくわかんないですね。全くわかんない。ベビードラマジアチャ。ん？え、マジでない。何これ。え、なんだろう。なんだろう。わかる人いますかって聞いても答えてくれないっていう、ね、この多分ダクネがなんか若干唯一の陸受け説もあったんで、いやーそれは下手でしょ。だってその捨てはダメじゃね。なんかいやでもきついよ。俺もきつい。俺もきつい。ちょっと持っとけ。よいしょ。ジジイ。今日もジジイ。ああ、クエイクなんだ。なるほどね。で、マジアチャが怖いんで、多分トルネでまとめられるかな。ですよね。まあ、その前にエリゴレ処理しちゃって、エリアドを取りまくって、ユニット出しまくればいいんでね。で、相手クエイクなんで、この858削る気じゃないですね。もう一回、ま、出さないと。もう一回出してくるんで、で、マジアチャ読みの吹きやすね、これは。あれ、なんでもないっす。一応、牽制で、いいじゃん。オッケーオッケー。よいしょってな感じでね、今出した、ダクネ出したじゃないですか。そのすぐ逆にプリンス。あれあれ、エリゴレで釣ればよくね、この人。何してんだろう。確かに。相手のプレイミスだったわ。でもまあエリゴレ以外プリンス系一体もないんで、このデッキにもプリンス刺さってるじゃないですか。ってな感じでね、68です。どんどんいきますか。75行きたいな。75行って75到達。アウトロープリンス枯渇度パート6。なんか英語で言うとなんかコメント欄で言われそうなんで、発音も悪いんでね、しかも滑舌も悪いんで、どうでもいいんですけどね。あと2分30秒以内にマッチングしたら俺はカットしちゃう。お、早っ。マジで早くないですか。カットなしっすよ、これ。この人はこう、迫撃砲使いの人ですね。で、最近流行ってるバルキリーゴブリンマスケコウモリのやつ使ってると思われます。思われました。よいしょー。よいしょ。これ前はアウトローで止めるかな。で、バルキリーが来るかもしれないんで、逆サイドにバレるととりあえず投げとく。バルキリーかな、じゃあ。ここにギガ来たら、まあ、マジプリンス。よいしょ。危ね。あのね、バルキリー無視だな。無視して、この前にプリンスつけて。はい。
OK。目。で、ゴブリンがあるから。よいしょ。コウモリか。はいはいはい。結構入ったな、バキ。いてぇ。どうする？イメージイメージ。白吹きや。来たら起用してからだよな。合ってる合ってる。タゲ取ってないとやっぱ刺さんないよな。そりゃな。でも今ディガー使ったんでプリンス、プリンスでバルキリー使ったでしょ。これギャング出すしかない。オッケーオッケー、またディガー使わせた。この吹き矢受け、ちょっとしゃれ。あー、やめろ！ちょっと、プリンス、プリンス、プリンス、間に合わない。あ、間に合わないな、これ。間に合わないなら出してもいいね。これ来るな、ディガー。よいしょ。よいしょ。はい。うわーきついわー、無理だわーこれ。まだ諦めんな。一回タゲ取らせて、よいしょ。あーららら、あーべー、マジで無理だ。よいしょ、ジジ、はい、終わる。これはね、ちょっとね、厳しいものがあるんですけど、もうちょっとだけね、なんかうまく形作って攻められたらよかったかなと思いますね。なんでね、このデッキ使うことがある人はぜひ俺の形取ってくださいということで、ご視聴あー！あ、ミスった。あ、これミスなんすかしら。